皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室事業におけるマーケティングとイノベーションを考えてみる。顧客の価値に合う教室の考え方についてお話をしてみたいと思います。ちょっとですね、マーケティングとかイノベーションとか言うと、もうカタカナだけでダメだみたいな人もいるかもしれないんですけれども、根源的な話になりますのでね、その単なる教室を作るっていうのが、そのままぼーっとしてるとですね、どんどんこう教室って衰退していっちゃうんですよ。イノベーションを繰り返さなくてはいけなくて、それを意識できるかできないかっていうのは、長く続く教室の考え方において必須の事項になりますので、そちらを今日はお伝えしてみたいというふうに思います。ですね、このお話をする引用元のメルマガがあるんですよ。人の心に灯火を灯すっていうメルマガがあって、そちらの中から、そちらのメルマガっていうのが、その本をですね、一つ引用してそこにコメントを出していくっていう形式になっているので、ちょっとその分の引用の部分をね、ちょっと先にお伝えして、それで私のコメントも出していきたいと思います。今回取り上げられてた本がイーストプレスっていう本で、イーストプレスの本で、著者がですね、どこ行っちゃったよ手が狂いました。竹石健さんっていう方がね、お伝えしている内容で、タイトルがですね、やるべきことがよくわかるドラッカー式マネジメント入門という本からの引用になります。ちょっとその引用部分を先に読みますね。竹石健氏の心に響く言葉より、一般的に企業は営利を追求するためにあると考えられている。しかしドラッカーはこれに異を唱える。彼は、利益は企業活動を支える最低条件でしかなく、それが目的なのではないという。会社という組織はまず社会に貢献するために存在するというのが彼の見解だ。では企業にとって社会貢献とは何か。その第一は顧客の創造である。企業は顧客が求め、それを満足させる製品やサービスを提供することでしか生き残れない。顧客が求めるものをいち早く察知し、その要求に応える商品を提供して初めて要求が購買に変わり、企業は評価される。つまり常に顧客の需要を汲み取り、その意識に合ったものを提供していくことが、第一に企業が果たすべき社会貢献なのである。だからドラッカーは顧客の創造を第一に考える。顧客を創造しない限り企業は生き残れない。企業の価値を決めるのは顧客だからだ。顧客は気に入った製品やサービスを手に入れるために対価を払う。その対価を多く集められる企業だけが価値が高い優れた企業という評価を得られる。例えばアップルの iPhone や iPad がかっこいいと若者たちの共感を呼び、大ブレイクをしたことはご存知だろう。その反面、顧客の創造に失敗すれば、企業はその使命を果たすことができない。欲求に応えられないと売上という目標を達成できず、市場から撤退せざるを得ない。したがって企業が自らの発展と社会貢献を願うなら、顧客を創造していかなくてはならない。顧客が価値を求めるものは製品そのものではなく、それらが提供する効用である。効用は満足感と置き換えても良いかもしれない。したがって企業は製品やサービスを通じて彼らを満足させるよう絶えず働きかけていかねばならない。企業にはそのためのマネジメントが不可欠だ。その第一の武器になるのがマーケティングである。ここで言うマーケティングとは、一般的に言われているような市場調査でもなければ販売テクニックでもない。人々の欲求を察知し、消費、利用してもらえるような満足を与える戦略を練ること。言い換えれば、売れる仕組み作りである。マーケティングとは、顧客が何を求めているかを自らに問いかけ、
彼らの欲求、ニーズを把握してそれを満足させるべく、我々はこうした製品やサービスを提供できますと訴えかけることに尽きる。しかしマーケティングだけで企業は成功しない。マーケティングは現在の事象に対応できるが、企業は絶えず成長する経済に対応していかねばならぬ、ならず、未来への変化を前提として活動していかなければならないからだ。これを可能にするのがイノベーションである。これも単なる技術革新や発明や改良ではない。新しい経済的満足を生み出すための方策を生み出すことである。価格の下落は避けられない。それは価値の低下や販売数の減少になって現れる。したがって企業は従来の製品やサービスだけで満足せず、常に新しいものを提供していかなくてはならない。イノベーションの意味は、顧客の新しい欲求に応え、満足を与える製品やサービスを創造し、一歩抜きんでた制度や仕組みを作ることである。より大きな新しい富を生み出す能力を獲得するための新しい挑戦と言い換えてもよい。企業や組織には絶えず自らを社会の動きに適合させるためのマネジメントが不可欠で、その2大要素がマーケティングとイノベーションなのである。という、若干長いですけどね、という一文なんですけど、これ企業は企業はとか顧客は顧客はっていうふうに言ってますけれども、教室事業においては企業が教室っていうことになりますし、顧客がっていうのが生徒さんということになりますので、全く同じことになります。結局ですね、サービスもですね、その効果効用ですね、満足感っていうことを考えていかなくちゃいけないんですよね。そうすると、例えば製品そのものではなくっていうのは、教室授業でいうとレッスンそのものではないんですよ。ここはやはり勘違いされてる先生が多くて、技術が高ければ生徒さんは来るのかっていうと、そういうことではなく、時代にマッチした価値を提供できる教室が人気教室になるということなんですね。だから難しい技術スキルをどんどんアップさせることを喜ぶ顧客が多い地域、エリア、時代背景があればそれでうまくいくんですけれども、地域、顧客、時代背景が変わっていくと同じ手法では生きていけないんですよね。変化、絶えず社会は変化していくし、お客さんも変化していきますから。お客さんの変化っていうので分かりやすいのは、年齢を重ねてしまうっていうことですね。お客さんが5歳年取れば5年の年齢重ねますし、10年通ってくれてる人は10年前から10年経っているわけなので、人間も進化するし教室も進化しないと、同じレッスンだけを繰り返しているだけでは当たり前ですが、顧客、お客様は減っていく。それ当然の理なんですよね。で、じゃあどのタイミングでイノベーションとかかけていくのかっていうのは、まずそのお客様が求めることは何なのかっていう現在の状況を、把握していく必要があるんですね。要は提供する効果効能ですね、ここに価値があるので、極端なことを言うと、パン教室だけどパンを習いに来てるとは限らない場合があるということです。私はパン教室をやっていたんですけど、もちろんパンも教えているんですが、そのとある生徒さんにとっては、私と会いに来る月に1回のその時間、要はエネルギーチャージとして使っていたんですけど、私の話を聞く同期のメンバーと、1ヶ月に1度の生存確認じゃないですけどね、頑張ってるよねっていう、そういう確認も含めた状態でそこに来るっていう、それそのものに価値があるという場合においては、パン教室に来る価値プラスそこに行く人と出会う価値、これがダブルになっているので、そこを比較された場合に、その満足感の得られるものが他の教室にないものであれば、他の教室には、行ってもいいんですよ、行ってもいいんだけど、行かないでそこに行きたいという気持ちになるということですね。これを理解していないと、生徒さんが来なくなった、じゃあ次にはこのスキルを学ぼうって言ってまた教室に通う、また生徒さんが来なくなった、じゃあ次はこのスキルを学ぼう、研鑽はする必要があるんですけれども、そのスキルが自分の趣味のために学ぶのであれば何ら問題ないんですけれども、結果として集客、収益に結びつけたいと思って
習いに行くっていうことをもしも決めているのであれば、それはちゃんと先取り、時代を先取りしている内容なのかどうかっていうのを見極めた上で通いに行かないと、せっかく習った、ないしは資格を取ったのに、それでお金を回収していく、講座を作っていくってことができないんですね。講座を作っていくことはできちゃうんですよ。できるんだけど、集客ができないっていうことです。だから、その講座を作りたくて、で習いに行くのであれば、そもそもその講座は世の中の人に必要とされるのかどうかを一回見極めてからちゃんと習うことをしないと、自分の自己満足だけで、まあ、スキルは身につくから全然いいんですよ、自己満足でも。それだけで終わってしまうということになってしまいますので、そこはね、見極めるっていうことの第一の武器がマーケティングです。売れる仕組み作りですね。製品そのものではなく、それらが提供する高揚満足感っていうことですね。なので、そのマーケティング自体は、だから現在の事象には対応できるんですけれども、成長する経済ないしは成長するお客様の心理思考に対して未来への変化を前提として活動していかなくてはいけないので、そこになるとイノベーションが必要になるんですね。イノベーションは新しい経済的満足を生み出すための方策っていうこと、方策を生み出すことっていうことになるので、教室事業で言うと、その先を見据えて、今お客様が見えてるものから、さらにこういうふうに世の中なっていくんじゃないのかなということを先取りできると、集客にそんなに苦労しないで集めていくことができます。まあ、時代の流れに乗るっていう言葉とかもね、あるんですけれどもね。だから、イノベーションの意味は、顧客の生徒さんの新しい欲求に応えて満足を与える製品サービスを創造し、一歩抜きんでた制度や仕組みを作り出すことになるので、現状を把握するのがマーケティングです。それをさらに進化させる、未来から見て必要なものを教室に取り入れていく、これがイノベーションっていうことになるので、それを考える時間をどっかで取らないといけないんですよ。教室の先生がすごい忙しいのは知ってるんです。私もやってましたからね。だけれども、今忙しいからといって先の未来を作らないのであれば、忙しさに忙殺されて、ただ単に尻すぼりで沈んでいくだけなんですよね。だから、時間配分というか割り振りとかもやはり上手にやっていかないとですね、教室を長く存続させていくことはできないんです。だから先取り感が必要になるっていうことですね。これは結構ね、ちゃんと調べたり考えたり調査しないと無理なんで、教室の先生がどちらかっていうと苦手とする領域です。で、それをさらに自分の地域属性とか自分自身の個性とか性格に置き換えた上で、イノベーションとかをしていかないとうまくいかないですよね。だから唯一個の、自分の価値であり、その価値とお客様のニーズをマッチングさせるっていうことが必要になるので、ただ単に長く続けていきたいからっていうことで、レッスン、スキルをね、どんどん磨いてレッスンすればいいっていう時代じゃなくなってるっていうことを、分かった方がいいかもしれないです。お客様も育っていってます。だから従来型の教室がそのまま残り続けるっていうことは非常に難しくなってきているっていうのが現状の世の中ということになっております。ですので、まとめますと、現在のですね、その教室事業においてもですね、マーケティング、売れる仕組み作りと、未来から見ていく顧客の価値の創造するイノベーション、この2つがどうしても必要になってきますので、それも含めた状態で、たまにはね、ちょっとお時間をとって、そんなことを考えてみて、まあ、教室の方向性ですね、それを考えていっていただけるといいかなというふうに思いますので、ご参考に。それでは。